国際企業税逃れ歯止め。日米ヨーロッパなどの34カ国で作る経済協力開発機構 OECD は昨日多国籍企業の課税逃れ、これを防ぐ国際ルールまとめました。企業グループ内の国境を越えた取引について税務当局へ年1回報告することを義務付けると。税率の低い国に利益を移す節税策を防ぐ狙いがあるということなんですね。これ三沢さんちょっと教えていただけますか。はい、これね、どういうことかというと、例えば、まあ、アメリカに本社を置く企業が日本でビジネスしてますと、はい、でその際にですね、日本とかあるいはアメリカでも利益、あまり税金を払わないで済む方法があって、税率が安い国がありますと。そこに例えばブランド管理会社みたいなのを作るわけですよ、子会社で。そこに対してですね、ブランド利用料って形で日本やアメリカから利益をですね移転してしまうんです、すると日本やアメリカの利益が減るから税金が減るっていう、まあ、例えばこういうやり方、はい、そういうものを規制しましょうって話、よくタックスヘイブン、まあ、タックスヘイブンですよね。ですね、はい、いやタックスヘイブンっていうとなんかほら、金融会社がやってるような思うじゃないですか。いやどんな会社もやってますからこれ、はい、本当問題、まあ、ここにも例がありますけども、日本でもアマゾンなどね、海外企業からその電子書籍ですとか、あと音楽、まあ、これ購入しても海外での取引とみなされて、今はその消費税がかかんないんだ。そりゃまあ国内の書店とか怒りますよ、明らかに不公平な競争ですこれ、書店は不公平と言ってますね、ですからこの国際ルールが運用されるとすると、はい、まあ、国内の企業にももちろん、むしろだから国内だけでビジネスをしている企業にとってメリットが大きい、という動き。さっきブランドの話しましたけど、はい、要はああいう利益の移転とかができてしまうと、やっぱりそこの部分で競争条件が不公平になっちゃうんですよね、だ税金払わなくていいですよと、でもインフラは使えますよって話だから、ひどいでしょ、はい、それはと。はい、